今日のお土産は北海道函館全中に行ってきたヒロトからのお土産です。マイナス55キロ以下栃木県代表岡田ヒロト。お母さんと密約が交わされ、1回戦負けであったらタラバガニのお土産、1回勝ったら白い恋人でというお話をしていました。1回戦勝ち上がったので、うちとしてはタラバを食べ損ねました。またありがとうございました。はい、半導寺の変、あ、違う、何て向けて、半導寺の変、半導寺の変、半導、半導寺の変。わお、あれ終わり？ここまでしかできない。